<laughs> イエーイお <laughs> 後ろちょっと。 あんんまり見えんんなんか間違えた間違えたなんか変なことなってるみたいなとここんばんはあれそうです今日は毎日アイドル500日おいい感じ なんかいろいろ背景とか作りたかってんけどあのねやっぱ敷き手が使えへんかったらできへんかった。それでママがやってあげるって言ってんけどやっぱし自分でやりたかったからさ一回これなんかママが用意してくれて「ハリッ」って言われて自分で貼った。 髪の毛もね画質悪いって一回切ろうかなちょっと画質が悪いらしいので一回切りますねすいません 帰りただいまなんかね今ね左手使えない右手使えへんからあ間違えた右手使えへんから復活ミラコなのです。 ですです <laughs> 今日もね、左手でメイクした <laughs> けどね前髪とかねこっちの長い髪の毛とかはストレートはかけられへんかったからあのー、起きたまま今日病院行ってきました <laughs> 好きなおにぎりの具は何ですか明明太子明太子ミラコ明太子大好きじゃあ皆さん私は病院に行ってきました安静にしといてくださいとあれたなんか3週間ぐらいやったら治ってるって言われた「毎日アイドル500日おめでとうありがとうございます」 公演中にマイクがねぶつけられておキャンバチで当選したよ嬉しいですね明太かもしやんなお前はタワー着てるどなたどなたあれタワーがあれタワーおこっそりさんやあ久しぶりのこっそりさん こんにちは。間違えた。こっそりさん、ありがとうございます。いや、他のね、多分あの、スペシャルギフトもね、コメントもしてくださってる方、ありがとうございます。あ、初見さんもこんにちは。こっそりさん。久しぶりやな。久しぶりに登場のこっそりさん。映画大丈夫うん。ありがとうございます。お久しぶりです。おお久しぶりや。聞いたことある名前。 見たことある名前か受験勉強の応援してください頑張れ辛いと敬意は今だけやからこの辛いこと乗り越えたら楽しいあの高校生活か受験何してんか大学なのか分からんけど楽しいことが待ってるので頑張ってください今日めちゃくちゃ漏れてないほんまにえなんか左でメイクした方が漏れるんかな <laughs> 知らんけどねなんでやろう 前髪もねヘアアイロンできひんから今ノーヘアアイロン <laughs> ノーヘアアイロンってどういう意味か全く分からへんねんけどノーヘアアイロン体大事にありがとうございます腕の怪がはなかなか悔しいのですがねなんかねけが早くなってほしいなと思っちゃう この怪我してへんかったら結構いろいろねあの自分で500日とか書いてね後ろ飾りたかったんですよけどほんまにほんまに力入れへんかったら使えへんからちょっとねこう貼るやつしかできなかったんですけどね悔しいそれもミラちゃんおミラちゃんだ いくよ待ってまーす嬉しいけどね今日はどうしてもね500日やからメイクがねしたくて頑張った今日も握手会までに直ってほしいですねけど全然心配しないでくださいねほんまに大丈夫やから全然なんか無駄な 変なっすね変なんね心配かけたくないので早くなればいいねってけどね公園はねそのすごい結構いいお医者さんに見ていただいたんですよ結構有名なまあ読かは言いませんけどね見てもらったら公園とかは全然大丈夫やからってその時以外は全体安静にしといてって言われたわかりました 言う通りに安静にしときます公園は楽しいからほんまに動いちゃうそう風呂大変めっちゃ <laughs> 30分ぐらいかかるリアルに美人 <laughs> さんになってきたねええー。嬉しいなそんなん言ってくださって今日追加未来追加した未来ちゃんの件届いたお ありがとうございますちょっと w i f i はガーンになっちゃったなんか質悪いって言ってはるからさあの w i f i 持ってきた近くにそういたずらっ子みな子には大変なのみらい子いたずら好きやからさ よくメンバーにもね、んドッキリは仕掛けてない。けど驚かしてる。わーって。楽しい。悪い子やで、ミラ。いい子悪い子ミラコーこれは、レイこちゃんの自己紹介。 パクったいい子ファリコンミラコー中のだけを見て進んでいきたいみたいな <laughs> ちょっとよくわからへん <laughs> 肌綺麗でおれましたえっ、ー、そんなことないですよ前だけを見て進んでいきたい時じゃあ中をだけを見て進んでいきたい奈良県出身 ミラコこミラコミラコミラコ前にだけ夢に向かって前だけ見ていきたいか夢に向かって中のだけを見ていきたいいつづらの一番のターゲットは誰えー 最初はハーサー,かなハー,サーはうまあ知らないんえっ、ー、ちょっと何かみんなさ未来のこうなんかしょうもないたずらにもきさダメもうみんな気づいてはらへんイェイ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  公園見てるようわ嬉しいおあのさピータローさんのさ未来カッコそれには未来に向かって前だけを見ていたいいですねそれ明日未来うちは持っていくよ見つけてな見つけます見つけますまたどこら辺に座るかリプをお願いします またね、あの皆さんねあのねなんかねこの見てくださってる方になんかあのお500日を見るとこっちテンあるからまたねおお久しぶりですまたねあのですねそうなんかね来てくださる方がいればなんか劇場来てくださる方がいれば未来ねできる限りね公演の前にね「公園、まるまる○○○○○○○○○○○○○ よろしくお願いしますっていうねツイートをしてるんですよだからそこにねここら辺座ってるよとかこのうちは持ってるよとかねぜひね言ってくださったらねマジンゴ見つけられんねんやんだからほんまにリップをねぜひしていただけたらとてつもなく嬉しいです明日は3,4列目にされると思ううわ明日になったら絶対忘れてると思うからリップをお願いします ミライちゃんのビンゴが楽しかわいすぎて忘れられへん <laughs> ほんまにミライビンゴめっちゃ好きやねん落ちサビが好き開催人っておもろいんですね好きですそうあ嬉しいなそうお姉ちゃんがね差し入れ持ってきてくれたよ劇場入ったら剣誉になっちゃうああれよな au 以外のさあのー、ソフトバンクとか どこもとか俺どこもやったっけな分からへんどっちかさ地下弱いよなみんな英雄やから地下めっちゃ強いだからなその電波悪いっていうことは感じたことないからさまあ地下なんでねぜひうんまあまあそうやなまあ au の方 だいたいここら辺に座るじゃあ,あの地上でだいたいこの辺とかなんかこの服着てるよとかこんな髪の毛してるよとか送ってくださったら嬉しい <laughs> 公演ね NMB48 なんかねあのー、あれ他のグループの、あのー、48さんは知らんねんけど NMB はめちゃめちゃ公演しているのでねぜひ来てください。 アバター待っててねぜひねたくさんねあのねあのお目目見たいから皆さんのお目め丸見たいから明日もねチーム b i ツ2さんの公演に出演させていただきますえっ今月4回入ったやばちょっと驚きすぎて驚いちゃった。 目のいいミラコ他の子のスケボー出してるのでバレてるのかしらうんバレてますねめちゃめちゃバレてるなんかねファンの方がさ未来の握手会とか来てくださってる方がなんか他の子の生態系とかさうちわとか持ってたらちょっと悲しくなっちゃうなまあけどねあれま未、あ、来が一番って言ってくださってる方が多いのでね嬉しいんですね 後ろなんてて書いてあるのなんか可愛いから貼っただけでなんて書いてるのかよく分からへんツアー中休館になると思ったけど今回は結構こうやるんでそう研究生公演させていただきますめっちゃ嬉しいあ女子会はは <laughs> イェイ女子会 ガールズパーティーかまあそんな予感はした後ろの席まで見えてるえー、見えますねけどね見えるんだそれがじゃあ私の今日一時間配信するからたっぷり語っちゃおうっていうコーナーです何気なく言った全国握手会から完全に未来にされたあらおねしい けどね、未来はね前まではね後ろの席の方はね全然気づかへんかったの未来けどねこの頃ね視野が広がってきてね見えるようになってきたこれもう経験ですな <laughs> じゃあ未来のポイント未来ね今ねもうすぐさ多分毎日アイドル500日のテロップが出るからテロップ出てからおしゃべりするわチーム公演チーム公演のお話 まだでへんな <laughs>。今日の口紅紹介はこれ使ってます。なんか柚葉さんからいただいたやつやねんけど、大切すぎて。柚葉さんからいただいたリップが二つあるんですけど。に、二つともね、大切すぎてね。もう全然使えなかったんですよ。けど、今日使ったこれ、柚葉さんの。 いいただいただのお祭り行った時にね急にプレゼントしてくださってね嬉しいこの前未来がね悩んでた時もねあのご飯連れていってくださった矢ハさんごちそうしていただいた矢ハさんはね未来の話を聞いてくださる。 ほんまにね未来はねあのチーム B2 さんの公演にねよく出展させていただいてるんですけどねえっタワーほんまや2本立ってる全然気づかへんかった1本誰あともう1本えっ誰誰誰えっあっアーサンやん あーさんあ,ありがとうございますあ、それと同時に毎日アイドル500日になったあーさんありがとうございますすみません全然気づかへんかったコメント流れるまであーさんありがとうございますそして毎日アイドルが500日になっちゃったイエーイキリの絵数字やほんま <laughs> いつもありがとういやこちらこそいつも見てくださってありがとうございます ありがとうございます、皆さん。おっ、めっちゃパチパチーって。<laughs> ゾロメではないなぁ。昨日コメントで気づいてるんで。気づきました。リップか。ありがとうございます。すごい。めっちゃおめでとうって来る。ありがとうございます。<laughs> ね、こんな配信続けられてるのもね、皆さんがね、たくさん見てくださってるから、見てくださってるからでございます。 ありがとうございます嬉しいまたねできる限りこの毎日アイドルはねすごくすごく続けていきたいので見てね時間ある時に今日のね諸事情でねあのあの配信できなかったのはねツイッターに書いたんですけどあのですね病院にね行ってたらねそこめっちゃ混むんですよ めっちゃ混んでね17時には帰らへんくてねで19時からクインテットさんのライブがあったじゃないですかだからさそれを皆さん,なんかぶったらなんか嫌じゃないですか嫌というかなんかクインテットさんのライブを見ていただきたいなと思ってあの21時からに変更しましたそういう ことですじゃあ毎日アイドルのテロップも出たということでじゃあ未来のあのチーム公演でのなんか魅力ポイントをあの皆さんにね言おうと思います。 まずですね皆さんまずチーム n さんはねあのねあんまり4回5回ぐらいしかね出演したことがなくてねあんまり最初の方はダンスとかでアップアップ言ってんけどこの頃はねファンの方のお目目をね見れるようになってきた未来はねあのねあの、自分で言うのもないけどな あれやねんなあのなあ楽しい曲明るい曲しかなファンの方見れんねん <laughs> なんかさ怖い曲でファンの方見たらさ怖いかなって思って相手がだから見てないあとこんなさ こんなイカつい顔で見てもあれかなって思ってでなシイカベイビーとかはなんかね見てくださいって感じ可愛い,い私見てくださいって感じでしてるかわいい未来見てね見てね見てねみたいな感じでしてます スイカベイビーユニットのね。チーム M さんでユニットのそうしていただいてる。って感じ。で、やけぼっくいも、なんかね、やけぼっくい、あ、えっとね、やけぼっくいは、なんやろな、なんか、自分が降った彼氏が、他の女の子と付き合ってて、それを見てしまって、 みたいな <laughs>。なんか分からへんそういう曲やねん。やけぼっくい。めっちゃいい曲やと思われそう。恋が完全に消えてたわけじゃないねん <laughs>。そう。っていう曲やからなんかちょっとセクシーみたいな感じやからあんまり人見てな、ね、い。 で、あとは次の曲は、イノセンスっていう曲やねんけど、なんかね、あの歌詞の意味はよく理解できない未来。難しい。<laughs> やけど、なんか、音ハメが大切かなと思って、音源めっちゃ聞いて、どこで音ハメするとかを考えてます。ミラコなりに。で、次は、正義の味方じゃないヒーローっていうのね。 曲なんですけどなんか未来の中の理解ではなんか学園祭で「ちょっと男子頑張ってや」みたいな「私がキスで頑張ってよ」みたいなそんな曲やね多分多分なんかな難しいあれも未来さ理解力ないからさ難しいねんけどそんな曲やのそれはなんかね <laughs> 乙女チックの私見てって感じでやっております私乙女でしょみたいな感じかなぜひ注目してみてねそんな感じ恥ずかしいねこういうの語りだして。 けどやけぼっくりめっちゃ好きかな未来笑ってるやんあタワーありがとうございます、うん、けどねよく出演させていただいてるねチーム B2 さんはねまずまあ床の間ははっきり踊るじゃないですか うっはっみたいな感じで踊るんですよ。で2曲目の方程速度と唯つ感は先輩に負けじと頑張っています。サビのこんな振りがあるんですよちょっと今右手の振りなんですけど右手動かないんで左手でします。こんな感じは「やたるぜ!」みたいな感じでしてる。で怪我れてる真実は振りをきっちり合わせるにいってる。で 4曲目の未来が大得意とするあの可、ー、愛いい系の元気な感じの曲は「僕だけのバリュー」そう「僕だけのバリュー」なんですけど「僕だけのバリュー」は「君がいい」みたいな感じでなんかねサビでねこうね優さしするんですよ。君がき いちゃうわ指差しじゃなかったグーするねそれねはいファンの人にグーみたいな感じでしてるあ自分で言うあっサワありがとうございますグー届いてるみたいな感じでしてますそうそんな感じ それでユニットの「初恋をこんにちは」っていう曲はなんかこの気持ちどうしようみたいな感じの曲やからなんかねなんか1サビ2サビラスサビっていう3個サ,3個サビがあるんですけど3個ねなんか歌詞読んだらどれも違う表情しやなあかなと思ってるから今研究中ですはい。で終わってから 2番目のドアですねあ間違えた飛んじゃった次は「哀愁のトランペッタ」っていうまたまたねセクシーなねあのー、ダンスダンスチャー曲なんですよでもとにかくね大人っぽく踊っとるけどねもう踊れあ、ね、難しいなんかウーカさん見てめっちゃ研究してこうね公演出えへん時とか見てるんですよそのリハーサルで哀愁のトランペッタ見たらねウーカさん見てね お尻の使い方とかめっちゃ研究してるえちょっと未来さ真似してみてんやんウーカさんのお尻変って言われた <laughs> なんかリハーサルで足のトランペッタを押してウーカさんのちょっと真似したんですよそしたら <laughs> おかしいとて降りちゃっただからちょっとね考え直してます今、うん、私ね研究ってもうちょっと研究研究足りなかったんかなって思ってるから やっぱし悔しいから <laughs> うかさんねやっぱしうかさんすごい偉大ですでそっから次はねセクシーな曲からね一気にね華やかになってねビンゴになるんですよビンゴって皆さん知ってるだってあれですもんねビンゴって。 別代表曲じゃないですか AKB さんでも多分うんですよねほら知ってるってコメントきたほら一番好きお大好きやんな知ってるビンゴはねなんかとにかくなんか恋してるみたいなあなたのことが大好きだぜみたいなやっと出会えた 王子様みたいなな感じなんですよ <laughs>「遅らせまれながら500回おめでとうありがとうございます」でいい曲やからもうとにかくこうね皆さんにね好きだよっていうね気持ちも込めてねやってるなんか「おじさび」は結構ね正面もゆったりした、ね、なんか夕日みたいな感じなんですよだから「おじさび」はこうなんかゆったりした感じの表情してラストサビに「 って一列から来るんですよそこでめっちゃ思いっきり笑顔になってる結構ねあのビンゴをね踊ってくださってる方が多いこれねサビねこうやってるんですよおーおーサビちゃうわ間違えたよくこうメンバーがやってると思うんですけど <laughs> あの最初ね12342じゃないですかあれねワンツスーフォーってやってるんですよビーツーってやってるんですよ ワンツースリーフォーってやってボー,ボーボーボーで移動してます。だから皆さんもぜひしてみてください。心の中で。<laughs> そう絶。絶対知らん、知らん方が多いと思う。リーツーってやってるんですよワンツースリーフォーって。ワンツースリーフォーってやってます。<laughs> そう。絶対さ、早いからさ、ワンツースリーフォーみたいな感じでさ、一瞬やんから分からへんと思うけどさ。 ぜひやってください DMM とか結構踊ってくださる方が多いからね、まあ、こうやって教えていい,い,いことやったんかなまあいいか皆さんがやってくださるんやったらいいでそっから次はね「未来が目にしみる」っていう曲になるんですよもうあれも楽しいよねもうあれでさ一気に汗かいてくるほんま滝かな滝のように汗かいてくるあの曲 ビンゴでめっちゃ踊りきってからビンゴ結構動くんですよでそっからね未来が目にしみるも動くんですけどめっちゃあそこで滝のように汗がかいてきますどうも中野未来ですで未来はね目にね汗が入ることが多くてね特に研究生公演のオープニングね3曲とかねもうやっぱもうはけたらさメイクさんが拭いてくれはるもん滝のように汗かいてるからもめっちゃ見たい。 でまあ、そっからね話戻るんですけどね、まあ、未来が目にしみるから次はね 2, 2番目のドアになります2番目のドアっていう曲はまああれですねまっすぐに言うとさやかさんがいなくなっても私たちで頑張っていきますさやかさんがいなくても大丈夫っていう曲なんですよでまあねこう希望に満ち溢れた顔してる 私たちだけでやっていきますみたいな感じでこう見ていってください,おいこれからも一緒に頑張ファンの方と一緒に頑張っていきたいですみたいな感じで映って映ってますでねまあアンコール挟みますでそっからね姉になるんですよアンコールの一発スタン一発目はね「スタンドアップ」っていう曲なんですけどねなんか なんかねスタンダップはねなんやろ難しいよねけどねスタンダップは結構ね暗い曲なんですよ暗い曲やからミラは苦手やから音はめミライスダンスめっちゃ苦手やからさほんまにほんまにねアーノンとねハーサーとかね あのリオナ、リオナ間違えた。アーノンとかね、ハースとかね、ケイトちゃんとかね、めっちゃ教えてくれる。あのミオンさんとかも。ほんまにもね、N のね、初日の時にね、太陽が坂道へ登る頃がね、踊れなくてコジリンさんに教えていただいたふりを。あの時は焦っていたからね、人見知りも発動しなかった。けどコジリンさんが、 その教えてくださってた時にミオさんがわからないふりで,でミオさんもたまたま隣にいてくださっててで未来がちょっと時間がなくて焦ってるの分かってあのミオさんにそれを相談してたんですよ「今やばいんです」って「できますかね」って言ったらミオさんもそれをコジニさんが時間がなくて他の用事があって時間がなくてコジニさんが未来に教えてくださってるのをミオさんもね この振りを覚えてくださってねコジニーさんが言ってくださってからもねミオさんが教えてくださったんですよ <laughs> 優しくて投げてきます本当にすんごねありがとうございました今の説明で分かったかな未来さ語彙力ないってよく言われるからさ え話やと思ってたときにまたタワーが来た。ひごもこせさんや。ありがとうございます。タワー。さんもタワー立ってる。すごい。ありがとうございます。嘘でよかった。ありがとう。タワーが立った。やったー。ありがとうございます。ひごもこせさん。イェーイ。祝福。 本当にありがとうございます。嬉しい。でね、そう、そんな感じでね、いいけどね、もう B2 のアンコールがめいや、ほんまに N チーム N さんのね、アンコールもめっちゃ楽しいねんけどね、チーム B2 さんのアンコールもめっちゃ楽しいよ。まずね、僕らのレガッタがあるんですよ。僕らのレガッタは <laughs> 僕らぬれがあったの MV の衣装知ってますか ?MV なんかね何やろんて言われてレトロレトロみたいななんかあのめっちゃ何やろ平安時代平安時代ちゃうななんかねレトロみたいなねスカート着てるんで気持ちいいあれドレス着てるんですよ多分ねふとオタクやったら知ってると思うオタクの方々やったら。 その時代からオタクの方やったら知ってると思う,う知らん方は今検索してくださいこんなねなんか傘みたいなドレスを着てるんですよええからそれで、ね、着てると思って未来ね踊ってますえからその時だけ未来あの衣装ちゃうねドレス着てるねって感じ で、そっからね、皆さん皆さん大大大大大好きやと思う僕アップデートってなるんですよアップデート僕をへ帰れの間、まあ、違えた床の間生活娘のチーム B2 さんのあのチーム曲なんですけどアップデートってめっちゃいい曲やと思うあれなんかなその歌はまあ簡単に言うと日々があの日々間違えた愛が毎日進歩 ちゃうちゃう進化していくって曲あうんそう屋敷たかじんさん <laughs> めっちゃ面白いそれ知ってる未来もあれめっちゃ良い曲じゃないですかなんかなんかサビね明日はなんだっけ なんか今日より明日になったらあなたのこと好きになっていってるっていう曲なんですよ毎日やトてる初日を目指して頑張ってありがとうございます頑張りますめっちゃいい曲やん <laughs> 思ってしまう日々好きが進化していくアップロードされていくっていう曲なんですよで曲やん振りもなんかピョ,ピョン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 みたいな感じでさめっちゃ可愛いな。んやんあとねなんかねメンバーが ぐぐるぐる回っていく曲あるじゃん回っていく振りがあるんですけどあれはあれ「メリーゴーランドです」ですでね落ちサびからスタビでね「タンタンタランタン」ってねこう1列2列3列4列でかえこうくるくるしていく振りがあるんですよあそこね <laughs> あそこで未来たくさん思い出がありましてね皆さんあの私ねもう卒業されたジョー・エリコさんが。 めちゃくちゃ大好きなんですよ、本当に大好きで <laughs>。卒業されてとても悲しい日々を過ごしてたんですけどね、めっちゃ好きなんですけど <laughs>、その時に、あの、一回、ジョーさんと一回だけね、一緒に公園にね、出れたんですよ、私。そう、あの初日以来、出れてない。そう、私がチーム b 2さんので、ね、新チーム b 2さんの初日の時にね、出てきて。 そのくるんて回る時にねみおさんがねこうみおさんのポジションをさせていただいたんですけどあのジョみおんさんもね未来がジョーさんのこと好きって知ってたからでねこう目を合わせに行ったんですよそしたら目が合いましてねとっても可愛かったっていうもうその後のサビ「ジョーさん!」みたいな感じでもう歌いましたここだけの話ね まあけけどそれも1回だけでした次からなんかシンシンになったりしましたそうニヤニヤ止まらへん <laughs> けどねあのけどジョーさんのポジションいろいろな先輩方がやってくださってて多分未来が遭遇したのは多分シンシンだけなんかないやユキツンさんも遭遇したことある,、ね、いるよう、ね、な気がする。 でもいい思い出ですねでそっからねみんな大好き妄想マシン3号機になります知ってますか気になってるんだ彼女がっていう曲なんですよこれはね前の前の前のぐらいのねあのチーム b 2さんのチーム曲ですミルキーさんとかやぶしたしゅうさんとか渚さんがいてた時のあれです。 めっちゃ楽しいなんかねあれね未来ね結構思い出深いんですよあの曲あの曲結構思い出深いというのはですねなんかあの去年の AKB 世界総選抜総選挙の時にねなんか歌ったんですよあの曲をあの曲ねあの振り全然覚えられへんくてもう覚えられへんってなってたけどね楽しいよねって。 そう、ほんんまに,好みにさ,あ,れでさあのねあのさラスサビでさあれねすごいんですよほんまに構成がマジでロボットになってるんですよロボットちゃんとねほんまに見てほしいましてると思うんですけどね皆さんもすごいほんまにあれほんまにすごいと思うえあのさちょっとさこうさラスサビやんな多分ラスサビでさ こう前,前真ん中から「もうそうもし3号機」って出てくるんですよけどねその両端にねこうこうあの <laughs> ちょっと伝わらへん <laughs> あのこうねこう、よくロボットってこうぐるぐる回すじゃないですかそれがつけられてあるんですよちょっと待って伝わらへんようなこの良さ絶対今の語彙力ではけど絵描きたいけど今右手使えへんからさ かけへんのが悔しいやからぜひ見てください公演あー悔しい今過去一悔しい今日一悔しいだって絶対皆さんミレが言ってること分からへんよなもう一人で何ぺちゃくちゃ喋ってんねやろって思われてる分も歩いてるかもしれへんまあねまあいい曲ですあれほんまにすごいと思うわかりますかやったー嬉しい まあそっからね終わりですけどねチーム B2 さんの公演はねあのねあれなんですよそうそう腕がレバーになってるんですよそうそれを言いたいレバーになってすごいなと思ってるすごいでね聞いてくださいあのですねチーム B2 さんのね公演ではね日替わりでねあのー、最後の曲が日替わりなんですよ 日替わりっていうのは毎回ね最後の曲はねいつも決まってるんですけど何やるかけどチーム B2 さんの公演ではね何やるかお楽しみなんですよ <laughs> 教えないよってえ肝臓肝臓なんか見えたっけ 二曲よね。あ、ボケてはるんか。<laughs> ボケが通じんかった。そう、今まではね、なぎいちと高根とノリヤ少年と、あ、NMB forty eight もやってますよ。明日は内緒。内緒です。 内緒です <laughs> いやいや無理 <laughs> まあそんな感じで楽しいですねとてもヒントくれいや無理 <laughs> いくら口軽い見ないでも見まんてなんでやねんって そこをなんとか言わんわ。で、<laughs> そう明日のお楽しみでーす。 楽しみワクワクドキドキしとってください本当にねでねそんな感じだよまたねちょっとあと15分でねあのね研究生の、うん、あれやなみんなね教えると思ったら大間違いない怒られる未来が。 心臓が止まったらどうしようえもう死んじゃうあしたただから楽しみあ嬉しいな楽しみに待っててください久しぶりに来ましたやっ <laughs> ねえなんかこの頃はね未来旅に出たいなと思ってるね旅。 なんかね気分がねあのねなんかね皆さん気分落ち込む時とかある,あるやん人間って <laughs> 人間生きとったよさ山あり谷ありやからさ気分落ち込んじゃう時とかあるやん逆にさ気分が落ち込まへん人ってすごいと思うてから気分が落ち込んじゃった時はねストレス発散にねあのね未来は泣いたらいいと思う 泣くことが一番やでって未来は思っちゃうね田舎にお散歩行きたいあう。だからね泣くことが一番。 <laughs> そう泣くのが一番よそう我慢しんひんことあとはね信用できるね人間にね相談することがいいよそうストレスはため込んだほんまにマジで体に悪いと思うからほんまに溜め込まへんほんがいいと思うえ田舎をよけんのにしもほんまに未来田舎行ってなんか風を感じる <laughs> でですおおめでとうございますいいよね未来もねこの頃は落ち込んでた時もありましたけど未来さん、ポジティブマンやからさ <laughs> すぐ忘れちゃうねんなストレスのことけどねまあこの世の中ねうんしあの信用できる人どうやって探したらいい何やろう信用できる人探すんじゃなくてなんか突然現れるんちゃう そうやと思いますねまあこのよな何ね理不尽なことは分かってるんですまあけどねそれにね耐えられないということもあるのでねそうなんかたまにねなんかなっちゃいますよねまあこんなくらい話したらアイドルというじゃないんですけどねうん本当に もう真面目にやってるのがねほんまにバカバカカしくなる時もねありますよでそういう時とかはねミラコはねお友達幼稚園とか赤ちゃんからのお友達幼なじみとかに電話かけて話を聞いてもらったりゆずはさんとかドラフト3期生のメンバーとか6期生のみんなにね話を聞いてもらったりしてる。 リフジンボールってほんまにいい曲やと思う絶対打ち返すぜみたいな見てろよみたいな曲やから「理不尽ボール」ってそうそういう曲なんですよいいですねから皆さんもストレスをためずにね悩むことがあったらねそうミラコに相談してください未来悩みよく相談される えー、公園行くのがストレス解消えう、ー、嬉しいみラよくさ悩み相談されんねんななんか <laughs> ほんまにそう悩み相談されちゃうお友達とかねえ同期の力って大きいほんとそうまたねミラコねお悩み相談あいつでもしているので 死んで抜かないのが悩み働いてください働いても無理やったら貯めましょうじゃあもうすぐランキング発表の時間ですまだやけど 次のランキングが変わったらランキング発表しますねイエ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 イイイそう「アミュウィンク」の新作めっちゃかわいいそう今日ママに喋ってて「アミュウィンク」の新作がかわいすぎるあれですね秋ですよね アミュウィンクあかりんさんがプロデュースプロデュースされているアパレルブランドっ <laughs> めっちゃ可愛いですよねなんか特にあれが可愛かった未来が可愛いなと思ったんはんかかりんさんがベレー帽をかぶってたやつなんかよく分からへんけどあれなんていう名前かよく分からへんけどめっちゃ可愛いですよね思ってたそれめっちゃ可愛い まずあれかな赤臨さん、夏みたいにさ、夏の時みたいにまたなんか閉店あれ閉店じゃんわ。またお店ないのかなこの前期間限定でできたじゃないですか。だから秋のやつも期間限定みたいにできてほしいなって思ってる。めっちゃ怖いですよね、ほんまに。え、違う、ほんまに。それめっちゃ痛かったよ、未来。無料優秀皆さんいじらないの。 閉店,閉店ちゃう閉店ちゃう回転回転そう回転って言いたかって。じゃあ、閉店と回転ってあんまし区別つかへんや閉店あ、回転か。回転。そう、めっちゃいいやあれ。ほんまに回転してほしい。マジンゴかわいい。ほんまに、ほんまにかわいいから。ほんまに。買っちゃおうかなって思ってる。未来。あるかなあってほしい。マジでかわいいな。ほんまにかわいい。 未来さなんかさあかりんさんのさあのー、あれ見てたんですよなんか一日密着みたいな感じで一日なんかこの前3週間ぐらい前に上がったのかななんか撮影日をなんか撮なんか。 密着しててみみたたたいな見てたんですよミラえこの服めっちゃかわいいんやと思ってえこの服ってどこの服やねんやろと思ってめっちゃ気になってたんですよでそれでその時になんか見てくださった方はバクると思うんですけどメイクさんにチムさんっていう方がいらっしゃるんですよでその方も写ってらっしゃるじゃないですかでその次の日に研究生講演やってでチムさんがいてくださっててミラが話したんですよ「昨日のあこの前のあかりんさんのやつ見ましたよ」って言って。 そしたら「この服めっちゃかわいいですよね」って言ったらジムさんが「えこれアミューウィンクや出てる」って「ええー!」ってなってみない <laughs>。えめっちゃかわいいって思ってどの服かね何の服やろうと思って探しとったからめっちゃね嬉しい知れて <laughs> いいですよねほんまかわいいもうすぐランキング発表の時間です。 9時55分やからほんまに早今日、ね、毎日ありがとう日なんですよじゃあランキング発表しちゃいたいと思います13位トムさんありがとうございます12位ほととさんありがとうございます11位ゆうさんありがとうございます10位ふまじめサラリーマンさんありがとうございます

そしてスペシャルギフトを投げてくださった方朝日さんありがとうございますチアポンさんありがとうございますタッチさんありがとうございますカツ丼さんありがとうございますほとおとさんありがとうございますジャックさんありがとうございますラーリンさんありがとうございますフマジメサラリーマンさんありがとうございますひごもクスさんありがとうございますまさひさんありがとうございますジャックさんありがとうございます ととさんありがとうございます。あのね、結構最初の方にあのスペシャルギフトを送ってくださってる方は、なんか結構今日スペシャルギフト送ってくださってたので、あの、消えてます。やから読めへん。最初の方に送ってくださった方もありがとうございました。で今日はスタワーがね、サモンタってびっくり仲のしてます。<laughs> びっくり仲なのなやって、面白い。ありがとうございます。皆さんもね、コメントに星にスペシャルギフトにカウント。 ありがとうです皆さんぜひねフォローしてねショールームのフォローもねしてほしいそしてツイッターをね約4か月ぐらい前に始めました「あと中のティエ48」っていう曲曲調間違えたあのアドレスっていうのあれですだからぜひ調べてくださいなんか未来がなんで「あと中のみらい48」っていう小文字にしたかっていうと皆さんがさ 未来さあのー、あれなんよ未来、機械さめっちゃ苦手なんよだからさアンダーバーとかさ探すのが苦手でさけどアンダー <laughs> そういつそんな曲出てたんだよ <laughs> し、ね、アンダーバーとか探す方が多いかなって思って全部ね小文字のあと中の未来イ48にした <laughs> ね配慮した アンダーバー探すの、あれやし。中のーライ48とかさ、いやもう、萌え、萌え KB48 グループ関係してるっていう名前やん。やからね。<laughs> 待って、作詞とも作曲とも違う違う。タフボーイじゃない。え、田んぼ、田んぼイズマイライフめっちゃおもろいんだけど。田んぼイズマイライフみたいな。<laughs> ぜひフォローしてね。Twitter チち,ちょっと、ショールームのフォローの仕方はね。 ハートのね、ポチッとボタンがあるので、ぜひ見てください。皆さん、バイバイ、ありがとうございました。5,954人の方がね、見てくださって。コメントに星にスペシャルギフトにカウント、ありがとうございました。明日はね、朝の7時半から配信します。明日はチーム B2 さんの声に出演させていただきます。バイバーイ。ありがとうございました。 またね、今日もね、一日お疲れ様でした。ゆっくり寝てください、皆さん。バイバイ、ありがとうございました。コメントに、星にスペシャルギフトにカウント。バイバイ、ありがとうございました。6113、12人の皆さん、見てくださってありがとうございました。バイバイ、ポチッとな。